2021年レコード大賞を受賞し、映画やアニメ、ドラマのタイアップが次々に決まるなど、今波に乗っている男性ダンス、ボーカルユニット、ダイス。グループでボーカルを務める花村想太さんは、4オクターブもの音域を持っており、その歌唱力で多くの人を魅了しています。今回は、そんな花村想太さんの歴代彼女、病気の真相について見ていきたいと思います。花村想太さんが音楽の道へ進むきっかけが、修学旅行で歌を披露した時にアンコールをもらったことだそうです。当時からもう一度聴きたいと思わせるほどの歌唱力を持っていたことがわかります。その後2007年に、ABEX と有線が開催した次世代アーティスト発掘オーディション、EMOTION にて特別賞を受賞すると、2008年の EMOTION にて大賞を受賞し、芸能界入りをしました。そして、2014年にダイスのボーカルとしてメジャーデビューを果たしています。そんな花村想太さんは、とあるインタビューで自身の性格について、極度の人見知りで、気分のアップダウンも激しい方、根がネガティブ、と語っています。一方、ダイスメンバーが捉える花村想太の性格は、何でも言いやすい、根がすごく真面目、打ち合わせでも率先して意見を言っている、メンバーで一番繊細、周りからこう言われたら嫌だからこうする、が強い、ガードが固いが打ち解けたらフランク、努力家、と言われており、普段の明るい様子からはあまり想像ができない側面が多く見られ、ギャップがあるように感じます。そんな、現在大人気グループダイスの花村想太さんは、過去に何名かの女性と熱愛の噂となっていました。まず一人目は、小学時代の初恋の彼女。花村想太さんは、小学校2年生の時に好きな女の子に告白するも、中学生になったらまた行ってね、と言われ、甘酸っぱい初恋の思い出となったそうです。二人目は、七香さん。七香さんは、シンガーソングライターの七香節。一般人女性の七香節が浮上しているようです。シンガーソングライターの七香さんは、ブライトというグループで活動していたようです。しかし、花村想太さんとシンガーソングライターの七香さんとの共通点が見つかっていないため、デマ情報だっただけなのでは？と推測されているようです。一般人女性の七香と花村想太さんは、七香さんの SNS のトップに、俺、七香のこと好きやでホットケンと記載されていたため、熱愛疑惑が浮上したようです。しかし、これは自作自演である可能性が高く、一般人女性七香さんは彼女ではないのでは？と言われています。3人目は、舘野咲さん。花村想太さんが、舘野咲さんの公演を見に行ったため、熱愛疑惑が浮上したと言われています。しかし、これ以上の情報はなく、舘野咲さんと花村想太さんの熱愛疑惑も、デマ情報の可能性が高そうと言われています。4人目は、渡辺美雪さん。2021年5月15日、花村想太さんと渡辺美雪さんの熱愛が文春でスクープされました。ファンの間では、報道前から花村さんと渡辺さんがお付き合いされていることは有名だったようです。当時も熱愛匂わせをまとめると、花村想太さんの車のナンバーが渡辺美雪さんの誕生日。車に渡辺美雪さんの愛犬のシールが貼ってある。花村想太さんの TikTok のアイコン写真が渡辺美雪さんの愛犬になっていた。ペアルックのパーカー。ペアリングをつけている。色違いの服をそれぞれの SNS にアップ。などたくさんの匂わせがありました。2021年5月13日文春の記者の方が花村想太さんに直撃された時に、ご結婚を考えているとも聞いていますと聞くと、ちょっと何とも言えないですねと濁した返事をしていました。また、長くお付き合いされているんですよねと聞かれると、花村さんは、そうですね、はい、はははと交際自体は認めるような発言をしていました。結婚は？の質問にははっきりとは答えていませんが、否定はされていないので、結婚を前提にした交際という確率が高いと思われます。文春の報道によると、お二人は報道があった2年前から付き合っているとのことでしたので、2019年から交際しており、今も続いていると、今年で4年目くらいになります。もしかしたら破局しているのではという可能性もありますが、その後のお二人の報道は何もありません。しかし、結婚となるとお互いのスケジュールもあるので、
芸能人の方は特に難しそうですよね。花村想太さんは2021年日本レコード大賞を受賞され、さらに仕事が忙しくなりました。またダイスの他に4人組バンドナチュラルラグのボーカル、2人組ユニットアップスタートのメンバーとしても活動をされています。その一方で渡辺美由紀さんは2016年に NMB48 を卒業、2018年7月にランドセルに所属し芸能活動を再開しましたが、2021年5月1日ランドセルを退所し、その後個人事務所を設立されました。こうやって見るとお二人ともかなり忙しいことがわかりますね。特に渡辺美由紀さんは個人事務所を設立されたばかりなので、結婚は仕事が落ち着いてからと考えられている可能性が高いですね。考えられる可能性としては、渡辺美由紀さんは今年の誕生日で30歳になります。30歳とは世間的に女性の節目ということもあり、渡辺さんの誕生日頃に結婚の可能性がかなり高いのではないでしょうか。渡辺美由紀さんの誕生日は9月19日、花村想太さんの誕生日は8月15日なので、他の可能性としては花村想太さんの誕生日の8月15日か、間を取って9月の初旬ということもありそうですね。お二人の交際はファンも応援されている方が多いようですので、もし結婚となったら幸せになってほしいですね。そんな花村さんは2021年に体調が心配になるようなツイートをしていました。ちょっと痩せたであればすぐ戻ると思えますが、めちゃくちゃ痩せるというのは少し引っかかる表現をしていました。ファンの中にはどこか悪いのではないかと思った人もいるようで、一部では病気の噂が出ています。花村さんの病気といえば喘息を思い浮かべる人も多いと思われます。花村さんは3歳の頃から喘息持ちとのことで、パフォーマンス中にステージ裏に行き喘息の吸入器を吸ってまたステージに戻るということもあるそうです。これらの情報を合わせると喘息が原因の体調不良で体重激減という流れを想像してしまいます。また2020年にはコロナウイルスにも感染していましたので、心配する声が多かったようです。そんな花村さんは今年の5月27日に声帯炎の発症を発表し、グループで出演したイベントはパフォーマンスのみの参加となっていました。花村さんは無事回復に向かってます、あと少しと報告すると、その付近は一切歌ってなかったので、歌いすぎではなく風邪のウイルスが喉についてしまったことが原因でしたと具体的な原因も明かしていました。現在でも喘息の呼吸器を使っているかどうかは分かりませんが、あまり無理をせず頑張ってほしいものですね。ご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。